北朝鮮が15日、韓国とつながる南北連結道路の一部を爆破しました。韓国軍の発表によれば、正午頃、軍事境界線の北側に位置する道路で爆破が確認されました。これにより、韓国軍は監視と警戒態勢を強化しています。この道路に関しては、今年1月に北朝鮮の金正恩総書記が韓国を最も敵対する国家と指摘した後、遮断を目的とした措置が進められてきました。さらに、今月9日には道路を完全に遮断し、要塞化する工事を始めるとの発表もあり、軍事拠点化への準備が進行中とみられます。また、北朝鮮は、韓国から無人機が飛来したとして、境界線付近の部隊に射撃準備を指示するなど、尹政権に対する敵対姿勢を一層強めているようです。このことに関して周囲の反応はというと、ロシアの後ろ盾があるからだろう。中国も同様に台湾に対しての威嚇が明確化してきているし、朝鮮半島か台湾のどちらも有事にかなり近づいている。日本はその日に備えて準備を早々に進めないと大変なことになる。金正恩は今年1月の最高人民会議で韓国と北朝鮮を結ぶ鉄道や道路の北側区間について、回復不可の水準に物理的に完全に断ち切ることをはじめ、境界地域のすべての北南連携条件を徹底的に分離させると宣言していますから、10ヶ月経って実行したことになります。2000年代の南北首脳会談で進められた韓国と北朝鮮を結ぶ鉄道や道路事業は、ここに来て完全に破綻したことになりますか。昔は韓国から材料を運んでケソン工業団地でいろんなものを作っていた時期もありましたが、遠い昔のことになりましたね。北朝鮮の過激に見える挑発は、実は虚勢を張っているだけの可能性もあります。ロシアに大量のミサイルや砲弾を送っており、次戦能力がない状況のはずです。個人的には子猫のヤンのかステップを見せてると思ってます。ウクライナ戦争、イスラエル、ハマス&イラン紛争、ついには朝鮮戦争まで勃発するか？漁夫の利とばかりに台湾侵攻など世界情勢をしっかり見極めないといつどこで何が起きてもいいように政府は即応体制整えてほしい。小さな火種に周囲の国や愛を組む組織が入り込み、小さかったはずの火種は気がついたら広がりを見せていく。ウクライナでもそう、イスラエル周辺もそう。それに刺激をされて今ならいけるぞと勘違いをした国や組織が自らの利益のために別のところでも紛争を起こす。これは中国の台湾侵攻、韓国と北朝鮮の互いの挑発もそうだろう。もうこんなの世界的な大きな戦争の前夜状態だ。中国は軍部の暴走が怖いし、北朝鮮は追い詰められたネズミの一髪が怖い。一層なってもおかしくないが、そこに火がついたら手に負えないだろうな。こういう日本の近くの側で、盲導することもできない関係性を持ってる南北に、特に韓国に、日本の企業が未だに進出されている現状が、いかにも何ですよね。最近では鳥貴族が、現実的には休戦状態のままで、完全に戦争が終結されてないのに安易に、浅はかに、もうご時世、南北戦争は起こらないと踏んでいるのでしょうかね。いつ何時に勃発しかねない状況下であります。日本の企業の皆様に至っては、今一度考え直した方が身のためですね。防衛費増税に反対してる政党が結構ありますが、有事の際、今のままで大丈夫と思っているんでしょうかね。何かあった時、誰にも責任なんて取れないと思うんで、備えておくのは非常に大事だと思います。増税に賛成しているわけではなくて、増税は心底嫌、他に削れるところが山ほどあるはずなんで、そこを見直した上で、防衛費は絶対に増やすべきだと思います。外交で何とかなるのなら、北方領土はとっくに帰ってきているはずだし、尖閣問題も解決しているはずです。西側と断絶する意思表示を、東側に伝えるために言ってるんでしょう。西側はお人よしだから、いざとなれば国民は困っているとでも言えば、人道支援のために向かうが道作ってくれるだろうとでも考えているんじゃないですか。支配者層が困窮する前に国民の大半が飢えて支援が必要になるでしょうからね。国のことを考えず、自分が生きてさえいればよいと考える支配者に何を言っても聞く耳は持っていませんし、お互いが成り立つようになんて考えも持っていませんので、相手にしないのが一番の解決法です。過去の歴史から学ぶことは、支配者は征服者によって根絶やしにされる意味合いがこういうところに出てくるということなんでしょうね。禍根を残すと反乱分子が出てくるということもあるんでしょうけど、昔の人の考え方が年を経るごとに、
間違えたものではないと思うようになりました。危険なのはわかるが、爆破したのは北朝鮮側の道路。今のところカマッテちゃんの延長線上と捉えていい。ロシアの後ろ盾をもらったと言っても、ロシアはウクライナ侵攻に北朝鮮から兵士をもらってる状況。北朝鮮が騒いでもロシアにはフォローする余裕がない。風船やドローンを飛ばしたり、ウクライナに兵器だけでなく兵士も派遣して戦わせていると報道されている中で、今度はこれですか。今までのように海に向けてミサイルを撃つだけでなく、さらに緊張の度合いが嫌でも高まりますね。こうした状況に今の政府が対応できるのか心配です。もはや対岸の火事ではないね。ここら有事が起こった場合、日本も間違いなく巻き込まれることになると思うけど、石破をはじめそのあたりは何か打つ手は持ってるのか。いや持ってないか、中国の言いなりだもんな。石破はこの一連のコメントから以下のような考察が浮かびます。 1. 地政学リスクの高まりに対する危機感。多くのコメントが示す通り、北朝鮮や中国の行動が地域的な緊張を高めているとの認識が強いです。特にロシアのウクライナ侵攻、中国の台湾威嚇、そして北朝鮮の挑発がそれぞれ相互に影響し合いながら地政学的なリスクを増幅していると見られています。 2. 日本の準備、防衛体制への懸念。これらのコメントには、日本がこのような危機に直面した場合に備えておく必要性が強調されています。防衛費の増加や即応体制の強化については支持する意見が見られる一方で、増税の必要性やそれに伴う負担への不満も存在しています。 3. 北朝鮮の行動への疑問と警戒。北朝鮮の過激な行動についてコメントの一部は単なる挑発と見ており、虚勢を張っているだけの可能性があると指摘しています。ただしそれがどこまで本気か判断が難しく、予断を許さない状況として捉えられているようです。また北朝鮮がロシアに兵器支援をしているという話題もあり、両国の関係性が軍事的に深まっていることが伺えます。 4. 日本企業のリスク評価。韓国や北朝鮮が関係する地域に進出している日本企業についての指摘もありました。特に韓国に進出するリスクに対する再評価が求められている一方で、すでに撤退を決めた企業もあるのではないかと推測されます。 5. 国際的な不安定感の影響。コメントの中には、ウクライナ戦争やイスラエル、パレスチナ問題、イランとの緊張など複数の国際的な紛争が関連している点が強調されています。これらの出来事が全体として一つの大規模な不安定感をもたらしており、特に中国や北朝鮮がタイミングを狙っている可能性があると考えられています。 6. 歴史と支配者への批判。過去の歴史に学び、独裁的な支配者に対する懸念も強く表れています。支配者が国民を犠牲にして自らの利益を優先しているとの批判が見られ、国際社会の支援を当てにした上で無責任に行動する支配者への不信が示されています。総じてコメントからは東アジア地域の不安定さへの懸念が読み取れ、日本がその影響を避けるためにいかに対応すべきかについての意見が多く寄せられています。これは防衛体制の強化を求める声や日本企業のリスク評価を求める声などに反映されており、現代の複雑な地政学的状況を背景に日本としての慎重な対応が求められていることが浮き彫りになります。